タンクはトヨタ自動車が販売していたトールワゴン型のコンパクトカーである。タンクはリビングとドライビングを掛け合わせた 1LD カーがコンセプトとした車種。機能市会社であるダイハツ工業が開発したトールを基本構造として OEM 供給されているモデル。トヨタ店とカローラ店向けにはデザイン違いの姉妹車ルーミーとしてタンクと同時に発表。 発売された。また、トヨタだけでなく、スバルへも OEM 供給されており、同社では、日本市場ではおよそ22年ぶりのブランド復活となるジャスティとして発表された。エンジンは、OEM 供給元であるトールと、同じく、自然吸気仕様の 1KRFE 型と、ターボ仕様の 1KR ヘッド型の2種類が用意される。安全性能については、 SRS サイドエアバッグと SRS カーテンシールドエアバッグをオプション設定したほか衝突回避システムスマートアシスト2を採用した。なお、トヨタでは本来ポルテ、スペードやビッツ等に採用されている同様の装備はトヨタセーフティーセンス C を用いているがタンクはダイハツからの OEM であるため姉妹車のルーミーや三代目パッソと同じくスマーシ2の名称となる。 フロントフェイスは切れ長デザインのヘッドランプと大開口アンダーグリルで構成されている。カスタムではフロントスポイラーが追加され、アンダーグリルは塗装メッキとし、グリル上部をメッシュデザインにフロントアッパーグリルを専用デザインにそれぞれ変更している。リアの社名エンブレムは OEM 供給元のトールや兄弟車のジャスティの右下に対し、左下に装着されている。 なお、標準車は OEM 供給元であるトールとカスタムは富士重工業向けの兄弟車であるジャスティカスタムと標準車のリアランプ色除き共通デザインとなっている。ボディカラーは発売時点ではトールと同一のラインナップで新金色のインペリアルゴールドクリスタルメタリックレーザーブルークリスタルシャイン2色を含む9色を設定し、 カスタムには2トーン色5色も設定していた。2018年11月の改良以降は4兄弟の中でインペリアルゴールドクリスタルメタリックが唯一設定される代わりにブリリアントカッパークリスタルマイカが唯一設定されない車種となる。ありがとうございます。